第4次期法政 A2 リーグの模様をお届けしてまいります。司会実況の柚木美香です。そして解説は引き続き一つ井真也プロが務めます。一つ井プロよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは最終4回戦対局の準備ができたようです。第4次期法政 A2 リーグ第10節 A 卓4回戦当杯の開始です。さあ4回戦目が始まりました。ちいちゃからまた石川ですね。今日はちいちゃですね。はい。そしてなんちゃに前原、シャーちゃに立川、ペーちゃに伊藤といった並びで最初4回戦目が始まりました。変わらずですかね、これは。さっきとさっきと席変わらずですか。並びは少なくとも確かに、はい、さあドラはトンと、ダブトンといつ石川です。白暗光、なんだこれ。この最終戦さ、石川はねちょっと3回戦目も石川追っかけたいね。4着となってしまいました。マイナスが200ポイントを超えています。ただまあ石川からしてみれば、まあ、200超えてるんですけど、次節直接対決がある中で、はい、まあ、前原一人少し離れてますけど、うんうん、それでもあの直対ならあるぐらいの点差なんで、はい、そうですね。そこまであの無茶をしなくても、祖典で離れないようにしておきたいですかね。現在第10節、最終節が11節となります。だからこのハンちゃんとあと4ハンちゃんってことですよね。この4名は。伊藤がチートイーシャンテンですね。いや間に合うか石川。ドラのトーンはどうですか。誰も持っていない感じですね。さあここ伊藤が天敗チート1天敗吐くリーチまである。ありますね。どうだ、リャンマンのリーチがあるか。あ、そうか、ウーマン切ってる。でリャンマン1切れですね。立川に1枚。さあ伊藤から4巡目リーチ。そうですね、立川はウーワンがある。前原はトータルポイント考えて戦わず、やっぱこの比較的安全に終わらせてない局で、あのまずマイナスからのスタートは、はい、ちょっと嫌なんですよね。嫌ですね。これテンパイですね。カンチーワン、カンチーワンで追っかけですよね。リーチドラドラ、カンチーワンで石川が追いかけます。カンチーワン3枚、伊藤1対3、しかも77対、まあ、角でも大きい。でもそうですね、危ない。あ、これ3万、これは2万は大丈夫か。そうか、親リーの現物、親リーチの現物ですね、リャンマン。もう一人の筋、うわ、でウーワンの方は切りづらいからリャンマン。そうだ、そうなっちゃう。出るとまあでもそっちの方がまだ平和。リーチチートイツは3200、石川がザンクオール積もった方が、確かにそうですね、残留争いが熾烈です。はい、いやどうなっちゃうの。 G1 対リャンマン、うわドラドラ、石川がリーチドラドラ、カンチーマン、伊藤がリーチチートイ、リャンマン短期。あー、わー、リャンマンだ。つらい。伊藤の上がりとなりました。リーチチートイツは3200、一望がつきました。いやー、石川はつらい、石川はつらい。リーチをした伊藤のチートイツ上がりとなりました。さあどんどん2局となります。前原の親番です。ドラは数番です。ねえ、あ、ごめんなさい、3対1でしたもんね。そうですね、3対1、でも勝てんか、3の方が負けるのかと。いや手配良さそうだ。前原7、8、9が見える形。はい、ドラ数は1枚あります。立川です。
ドラの両面ができました。石川、だいぶ三色、だいぶ三色。スピード感はみんな同じぐらいですかね。うーんですか。いやー、なんだ、リャンピン？純ちゃんまである。ありますね、石川。え？いや、ドラスーワンですよ。本当にあります？自分が言っといて。急走引いて。急走引いた時に。さすがに確定じゃないから三蔵一層になりそうですね。九層引いても九番引いても確かに。ここがむしろいやアドラメンツがあるのは立川。ヤナナ引いた。ヤナナ引きましたね。でも9番2枚切れ、5番1枚切れならまあ、じゃあドラ受けでいくか。はい。うん、あ、嬉しい。絶好のドラ数は引きれました。伊藤です。うん、玄関前原インシャンテン、三層はつもぎり、立川、リャンマンはつもぎりました。三面茶は固定。ドラスワン、すまない。なんかこう今回の今日の一日というか、はい、激しい時とこの静かな時の落差がすごいというか、静かな時めっちゃ静かですもんね、はい、ただ今日は一人旅が少ないですね。そうですね、三人転廃、三元リーチなんかもありました。これ両方良さそうなんですよね、リャンピンスーピン。あー、リャンカンが2枚切れてるから頭になる確率考えていいピン。3色も残るんで、三ピンウピンの重なりが偉すぎるんで、はい、やっぱりいいピンよりはウーピンですね。リャンピンがいいとはいえ、リシャンテン来ましたよ。みんな動き始めたらみんな一斉に動く。そう、本当に3、1を落としとくかっていうことですね。もうこれで、はい、準備が深くなってきました。リシャンテン、チーピンかパーソーかローピンか。パーソーになった。さあ、リシャンテン、リシャンテンと怖い。石川さんはチーまでありそうかな。ああ、まあ渋々のダマ点になりそうですかね、これは。ただチーマも怖いか。いや、怖くはないな、そこまでは。テンパイ外すほどでもない。取ってやダマ点ですね。もう少し早かったら取らない、まだあったんじゃない。はい、テンパイ。これはリーチしない。伊藤やダミダマ点だ。ダマ点ですね。イスチーマン。イーマンが3枚入れなんで、はい、生点の選択肢になりますかね。だいたい単品ドラ1から、あとさっきのリードもあるんで確実な上がりの方。そうか、
ああ小さそうだった。サメちゃん玉天伊藤。天杯こっちは？石川は？石川も玉か。ヤウマン玉。良さそうですけどね。あ、E1。E1 も上がりだ。伊藤の上がりとなります。これはピンフドライチになりますね。はい、2000点。あ、そうですね。リーチ行ってて。じゃあリーチ入ってるなら石川が追っかけリーチで、で前原こう降りて E1 打たなかったらまた分かんなくなりますね、はい、また分かんなくなりますね。いい球の判断でしたね。はい、サトン3局となります。立川の親番ドラが初ドラが1枚見えました。いやでもちょっと形は苦しそうでしょうか。まあでも自敗がはいどれか重なってくれれば、はい、そうですね、できれば初がって思います。はい、ダブトンでもいい、はい、自敗3枚ぐらいあったらどれか1個重なるだろうと思ってやってますけどね。確かに、でもこの重なってるパターンもありますよ、はい、シャーナントイツがシャーチャの石川でした。ペイチャの前原はペイがトイツです。あれ初が、初がドラ3人に1枚ずつ、そうですね。あ、ここなんかすごくないですか。めちゃくちゃマンズがありますけど、ありますね、ありますけど、どうしましょうか。ペイチャのペイをポンしたのは前原です。うん、つながった。とりあえず、あ、まあ、そっか、つながったらもうあんこった。シャーあんこ、直風のシャーあんこ石川です。ペイをポンしている前原です。続々と進み始めましたね。そうですね、親番の立川です。うーん、そめ、E1 か、単葉ですね。そっか、そっか、現状はあれですね、はい、立川は現状12位で抜けてはいるんですかね。134.6 ポイント、この浮きの状態で抜けてはいますね、はい、12位。猿川をまくっているという感じですね。まあ、この3万点減点持ちからのプラス4ポイント入ってますけどね。はい、はい、2枚目の、あ、もう E1 外してんだ。そうですね、単葉に関数ピン入って、ドラが初、チーソーかトンか、ペイを泣いています。前原です。チーソーにした。トンはションパイでしたね。お、シゴロロチとなりました。これでイーシャンテン伊藤です。いやもうこれ全部優子さんがかわしていくんじゃないですか。全部かわせたらマージャン楽ですけどね全部かわしに行くのは本当に怖いんですよ。はいそうですね、放流をしないことでね、はい、曲が進むのが最高ですからね。いや、まあ、変則3面ちゃん残してダチイワン先にするか。ああ。ウッパーピン3ピンにするかというところでしたか。ね、さあ貫禄ピンを仕掛けてドラが初なのでトンを切るか、はい、ですかね。トン切りましたか。イースワンリャンピン。イースワンがもうあの E1 4枚切れて、あ、本当だ。スーダーも不要杯ぐらいの勢いで切りたかったんですけど、はい、ただあ天杯。関三マンは闇天。トンが今切られたところだったんでトン合わせる方を選んだ方がいいかと。関三マン。めちゃくちゃ良さそうじゃないですか。1枚ゲレ1枚もたれか2山ですね。これはドラ短期に向かってきましたね。そうですね、サブローワン。あれ3色にもってかもうドラ待ちにするからとりあえず頭いいな。あ、3枚積もった。ダイヤを積もですね。はい、500銭伊藤の積も上がりとなりました。全部有効さんが、はい、そうです、ね、3局連続 E1 ポンでワンズとかに進んでもよさそうなものをちゃんと状況に合わせてですか、ね、そうですね。さあ3局連続上がりを決めています伊藤です。ドラがチーソー伊藤の親番。さてさてここでここでドカッと、うわー良さそう、良さげですね。ドラメンツあり、ドラが小さそうですもんね、はい、いいじゃないですか、うん、チュンぐらいからいけますかね。はい、あ、もう急そう。
こは悪くない、石川悪くはない、うんうんうん、悪くはないぐらいですかね。糸ゆりですかね。糸ゆりですか、おやというところで、はい、ん3万ドラ引き QP の統一落としとなりました立川です。ヤメが増えた。石川はなんちゃ、あ、そうか、このトゥデイがあれですよね、表記が変わって、はい、今現在の、ハンちゃんの分は含まれてないってことですよね。おー、ドラドラになった。そう、3回戦目までの結果がこのトゥデイですよね。はい、はい、トゥデイも変わってたら、まあ確かに結局なんか浮き沈みとかで今日何どうなのっていう感じなんで、そうですね、トータルさえ映ってればあまり必要がないですよね、うんうんうん、さてこの9ピン統一落としがうまく決まってドラに振り替わりました。立川が一気に勝負点になって小さく重ねた勝負点ですかね。はい、いいシャンテン、形のいいシャンテン、親番の伊藤です。4統一目のあ、ただチートイにはいかない。さあドラドラの立川、ただやはり伊藤の形がいい。そうだな、まあ、ウーマンじゃないけど、まあ、これで許してあげよう。リーチですかね。許してあげますか。三面ちゃんじゃないけど、さあリーチに行きます。ウッパワン待ち、ウッパワン待ちは薄くある3枚か。そうですね、ウッパワン3山。ただここ決めると今度は今日苦しそうだった伊藤が一気にピンクゾーン脱出ですね。になりますね。バワン。メンピンツモ、ドラ1、2、6オール。おやりと戦いたい人は。まあでも立川ドラドラか。ドラドラか。ドラドラとはいえ。はい、うん、ゴツゴツ。でもウーピン切ってるし、ね、そうですよね。ウーピンウーピン、うわ。統一しか来てなかったんですね。はい。うわー、進んだ。飛んで、なんか嫌なんですよね。怖い時のこの親のリーチに飛ぶつの。はい。うん、打ち切れなかったですかね。おー、止まった。リーチピンフツモドラ1、2600オール。大きい、ぞいと一人浮きのトップからさらに加点、2600オールのツモ上がり、これで脱出ですね。おそらく脱出となります。今日のトータルもおそらくプラスに変わるでしょう。さあ、どんな4曲となりますね。どんな4曲の1本場となります。伊藤の矢番続きます。 A ドラが E ピンです。そう、ん両面がいっぱいある。悪くはないですね。悪くはないですか。2つはある。ドラ、E ピン、さあ、なんちゃは石川です。うん、形まとまっていそうでした。前原も良さそうで難しい。良さそうで難しい。統一も多いか。さあ、石川、立川は7、8、9が見える。ドラ受けありとなりました。ドラ、ドラ引き、まあ、でも
ここが一番いいか。じゃあいいそうか。前鼻の手ですね。うん、ほら。タツがいっぱい。タツがいっぱい。タツには困らなそう。うん、いいシャンテン。どっちか。ここはヒントは2か8。ない。8を切りましたね。はい。換算像を残した。イースーマン、ローワン、サンゾウ、スーソー、イーシャンテン、マイハラ。これはリャンペコがあるから。はい、はい、リャンペコチートテンパ取るか。そうしたらそうか、確かに、はい、ん、キューピンじゃないですか。ローピンか。ローピンは、あ、そう、いったやつだ。でもチートイだ。チートイ取れますよね。そうだ、これチートイなんですね。トータルポイントがありますか。はい、E1 短期。なんかチートに見えないですよね。はい。E1 短期は大丈夫そうですか。石川が1枚持ってる。が、これは出なそう。この選択としてでも石川のは出る可能性はありますね。可能性はある。はい。ウーワンはどうでしょうか。ブロック、いや、ブロックとは言い難いですね。まあ、ただ単ヤオチートになるんでその価値が大きいと、うん、3200の価値が大きいと、はい、積もって163に大きい。ウーアン短期に前原の街を変わっています。キューピン全部良さそうに見えますね。はい、ただ単ヤオではない。ただ上がりな、おー、リーチだ。キューピンつもぎってリーチですって。リーチ、タンヤオチートイツ。ここはすごいとこ引いて追いつきました。カンチーは引いて、え、ウーピンは間4件、リャンピンはドラソバ。チーソーを切ってもローソーは間4件、どう追いついても危険。うわ、すごいな。これ3色になるならリーチ、ピン、リーチじゃない、3色とかドラ使った形になるんだったら戦おうっていう天敗取らずですね。うわー、ただこれがどうなるか。ウッパーソーが先にいたら、そうですね、やば、甘いと。ウーワンはヤマニーでしたっけ。ヤマニーですね。ヤマニー枚、ドラドラ、うん、親番の伊藤がドラドラになりましたが、まあ、でも押し返せる形ですね。カンチーピン入って3ピン勝負してみたいな感じですか。シャー切って3ピン勝負か。どうなるか。まだ山に2枚です。ローピンを引いた時だけということですか、立川は。そうですね、はい。3色になったら勝負と、うんうんうん、そうだ、ローピンはいないのかな。あー、本当だ、ローピンないんだ。ならもうちょっとやめだけど、チーソー、スーピンが現物、中抜きになるのかな。パワーワンぐらいの微妙な範囲粘るか、うん、中抜きですね。うん、ここは丁寧に対応していきます、立川です。おっと、いいション10。あら、ドラドラ、親番、サブローワンとチーピン。はい、あれ、あ、いいション10。そうですね、うん、ん、嘘はドキ剣に見えますね。すごいですね。嘘ドキ剣ですか。そうか、まあでもチーソー切りのウッパーソーが一巡目ではないでしょうっていうところか、
そうか、にしても地層から、地層は現物か。それを見て、まあ、でも灰がくっついてしまいましたね。地は切れるようになったと。うん、立川ですか。あ、石川ですね。減ってないと思ったら、うん、そうなんですよね。1632か。リーチ単野つもついて、ごめんなさい。はい、2004線だ。リーチですもんね。2004線の一本馬。大きすぎる。そうだ。土壇場のレジェンドが強い。本当に。2004線大きい。2番の蹴り手玉から勝負手に変えたのが後半段でしたね。ワンからそこからリーチですもんね、はい、いやーすごい判断。さあ4回戦目何入となります。何の一曲親番再びトンガトイツのローピンのドラガアンコ。なんだこれ。ええやりすぎてません石川さん。なんかやりすぎてるハイパイに見えましたね。ちょっとさあ他めちゃくちゃ早いとかなければ、いやー石川大チャンスだ、ね、石川大チャンスだ。石川大チャンス。ドラアンコトンといつトンは、いやでもトン誰も持ってないですね。はい、ナンバですし比較的泣きやすい。誰かが持ってきたらですね。いやー何ですかね立川さんは。うん、何持ってきましたね。さあ石川復活の大チャンスとなります。いやーまとまってきてるかな。そうから、さあうわーこれしたじゃあ何切るんですかこれ。まあ頭を固定してもいいから、もうとりあえず、はい、あの両面とかの多発になりやすい牌を残すっていうことで9ピンですね。うんうんうん、うおートンつむぎった。でもこれによって紛れる、あ紛れないわ、紛れるドラじゃなかった、うんうん、ドラはローピンの方だ。ドラはローピンこのチュンサイも恨めしいですねあれイーシャンテン、あれ前原が来るぞ来るぞ、これ蹴られたら本当泣く、うん、泣くけど捕らえられるかもしれない、ある意味どうでしょうか。どうでしょうか。とりあえず早く、ああ進んだっぽい。何ウーピン、スーピンかウーピンか。ウーピンは進んでない。ウーピンは進んでない。あテンパイリーチまである。いいもう全面対決これは。スッチマン全面対決、トータルポイントもあるから。こんな勝負って何回も来ない。前原からリーチ、チャンスぐらいに怒っていいはい、はい、くっつき、もうウーピンいっちゃおう。パーソーでもいいけど、パーソーでもいいか。チーピンポンとかありますからね。ああそうか、わあ本当に間違えたくない、パーソーにした。ちょっと待っててと言ってますよ石川さんが前原さんにもうちょっと待ってと。待ちたくねえドラアンコの石川が追いつくか。イピン前原の待ちはスッチーマン。スッチーマンってどうなんです。手牌には2、3、3枚、数は0、5山、数は4枚とチーマン1枚。5山間に合うか石川、そしてかわせるか前原。どうしますこれ、どうします。ローワン、これチーワンも出にくくなる、残したら。チーワン引いてテンパイとか。チーワン引いてテンパイ、そうか、はい、それが組めるんだ。あれあれちょっとゆうこさんまたなんかいましたね。あ、来た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 。リアンソーって現場ってこと、現物ってことだ。トンドラさん、怖
怖い怖い怖い、あ、怖い、1万2000、1万2000、山が先で、1万2000、怖いな、このリャン像。あ、でも前まっすぐ行けば出ない。ハク、いや、立川まっすぐ、ハク先輩、立川まっすぐ行かない。あ、立川ですか、うん、あ、立川はそうですね、今引いたんすよ、リャン像。おっと、スーピン、立川のリャン像どうだ、他にリャンは違う、会社が違う。前原さんも怖いんですもんね、現物ってことは。あ、でもリャン像はあれか、ウーソーは3枚4対4 2枚、ウーソー2枚ですね、3対怖い。え、何対何でしたっけ、何対なんだ、4、3ぐらい。あー、詰まった、前原だ、リーチツモ500銭はめちゃくちゃ価値のある500銭。うーわー、これ親のドラさんの現張りをかわして数万のつま上がりとなりました。前原しんどい、しんどいのは石川ですね。立ちはだかるレジェンド、本当にまっすぐ行ってね、間違えずに天杯まで追いついて、しかも現物待ちとなりましたが、石川ここは前原に阻まれた。立川ギリギリでしたね。確かに。さあ、ドラが E1 です。なんの2局、前原の親番です。あんなの本当に年に何回も来ないんですよね、あんな手は。いや、でもまだ諦めない。いや、手がきつい。運送も重なって、なんだこれ、チーピンがあんこで、リャンマンもドイツで、ん、こちらもゴツゴツと立川の手配、そして現在何の2局ですね。こちらは伊藤の手配。さあ、国士か、国士、はい、こんなところで決めたらね、大きいですね。いや、めちゃくちゃ大きいですね。今日決めたいですね。公式ルールの役満ってもう暴力ですからね。暴力ですか、はい、食らうとどんな気持ちになるんですか。どんな気持ちになるか、食らった方ですか。はい、食らった方です。食らった方ね、まあ一発で盤面ひっくり返されますからね。はい、暴力受けたなって感じですか。受けた記憶はありますね。ありますか。リーグ戦じゃなくてマスターズベスト8で、はい、そうですね、最後の半チャンで、うっと、役満の話するからベスト8で3半個になっちゃった。そうですね、強豪相手から1万8000上がって、おい、よし来たと思った時刻に8000、1万6000って言われましたね。あれ瀬戸熊さんですか、しかも、はい、あれちょうに持ってかれましたね、8000点上がっただけなのに。いや、あの1万8000上がった後に、あ、そうか、1万8000点か、1万6000点持ってかれましたよ。ほぼこれは、うん、パーピンが良さそうに見える、1枚切れのパーピンからリーチがあるけど、9ピン出たら相当しょっぱい、うん、けど親につき、そうか、でもだったらダマの訓録でもパーピンは OK だから、とりあえずダマでワンズ引き、いや、リーチだ、ウーピン切ってるからもあるね。6キューピンパーピン、キューピン、パーピンはだいぶ狙えると。キューピン上がります？キューピン B のみ、あの早かったらスルーあるかもしれない、スルーあるかも。さあ、前原親番からリーチです。チートいつか、筋ってことは危ないですよパーピン宣言牌の筋、大丈夫ですか石川。これはシャンテン進まない。そうか、キューピンのキリズラペーかな。でもそっか、かぶりないからリョンシャンテンってこと。そうか、筋ぐらい押したくなる。この状況の役満リョンシャンテンだったら筋ぐらい押したくなるかも。チュンが起こった、チュンが安牌だ。確かにパスは通してくれてる。
スイートツイシャンテン、イシャンテンを崩しました。これは進んでない。で切れるかどうか、倍だけどまあ自敗くらいはいくかと。これは何、4枚目が見えたとかそういう情報もないかまだ。何が欲しいんでしたっけ。チュンとイーソー、キューソーか。チュンさえ引いたら結構強いですね。ですね、イーソー、キューソー。イーソー、キューソーって何すかこれ。え、誰も持ってないじゃないですか。捨て牌3枚だけか。あー、キューソーが握れか。チュンがね、あと1枚。ということは、だいぶ石川さんから終わって見えることはなさそうですね。うんうん。つまり、ピンチ。確かに。あ、これはローピンね、メンタンツモの方ですね。はい、日戦オールですね。はい、電波でもしないか。日戦オール、リーチ対応ツモ。ローピン4山だったんですね。で、リャンピン2山。ひぃ。中ピン合わせたら8枚とかになってますね。その3面ちゃん。ただ日戦オール、トップダッシュですね、これ。ですね、前原日戦オールと。流れを決めて一本場となります。なの2曲です。ドラが言いそう4万1100点ですか。4万1200点ハクトイツ。ドラは言いそう、ドラはありません。ドラ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 立川です。言いそうがドラです。なん高瀬のなん。うん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 、かなり話しましたね。でも前原、そうですね、今石川が一番軽い手なんですが、はい、石川さんは軽い手はあまり嬉しくない。245以上ですもんね今ん。いや、トータルの方は今反映されてるんで、そのままです。はい、そうかそうかそうか。あ、前原いいシャンテン。はい、仕掛けは、伊藤が何のポンですね。ちょっとさらしが伊藤もいいシャンテン。何はいろんなとこから泣いてる二人から泣いてることになってますね。これは変わらず、まあドラドラだけど追いつかなそうですね。これはリーチか。しかも白町のリーチとか、さすがに。さすがに両面か。うっぱそう。うっぱそう？え？ああそうか。リーチはすごいです。なんかダマでチャンタの代わりとかもなんかいろいろありますけどね。はい、こうリーチリーチでみんなを追い詰めていく方が大きいと言いましたが、やっぱりそこはレジェンドを追いついて追いかけてくると。はい。うっぱピン。うっぱそう対うっぱピン。前原対伊藤です。いやドラス。枚数はドラさん、あ、ウッパーピンの方が1枚多いか。はい、パワー。まあでもほぼ互角ということですね。1枚差。ねえ、ドラさんになって、あれ、いいシャンテンに取れる。これはでも EP3 品ですね。 EP3 品はどちらも通る。え、あと、あ、結果はね、結果はね、結果は通りますけど、はい、結果通るけどいけなかったですね。結果通るけどいけないですね。リャンピンが山に、リャンピン引いたら勝てる。あー、白だった。え、シャンポン。リャンは、あ、そっか、ウガンゲームつか。おやりと、リートの仕掛け。関連ピンで追いかけたリーチドラさん。そうですよね。あ、でもサブローワンが薄かったから関連ピンもまだありっちゃありですね。なんと関連ピンが立川のリーチの追っかけはやってないと。やってないですね。一番怖いですねただこの後数番抜いて降りれるのかどうか。
を精査してローピン行く価値があるかどうかだけど、万が一はやってないと。やってない状況で関連ピン山2枚うーそう積もった親の前腹のつながりリーチ積も線は1100ホール立ちはだかりますね。石川の前にバッと立ちはだかって、はい、今度は立川の前に立ちはだかりました。さあ何の2曲2本場となります。前原の親番が続きます。線は1100オールとまた加点して45,500点持ち、だいぶ抜けてきたな前原が。はい、ただ直体なんでいつまでも抜けたい、いつまでも抜けたいですね。良さそう、良さそう、トントイツ、うん、なのに曲です。打点は低いが、まあ、ただ、はい、このまま行くと11位ですもんね、はい、そうですね。11位ということは奇数択ということですね。んこのまま行くと10位じゃないですか。井出さんより上、あれ、あ、井出さんは10、あ、いや、そうか、井出さんは19ポイント、はい、井出さんは19ポイントですね。ちょっと横ずれてましたみたいな、さすがにそこまくってないわ、はい、なるほど、まくりそうな勢いではありますけど、はい、はい、さあ仕掛けとしては前原がトンのポンを入れています。ということは11位は、11位は11位で、まあいいけど、まあ、いくらでも欲しいですね。そうですね、ここの差は広いんでいくらでも取っても11位の可能性はどんどん高くなるっていうことですよね、はい、戦えるところはどうでしょう。ドラガロー1トイツ落とし、ここがいいシャンテン、うん、カンパワン入った立川ですね。ただもう本当にドラドラ親落としだけぐらいの現状手配なんで、はい、テンパイスチピン、めちゃめちゃ良さそう、はい、ともポンしている前原がテンパイスチピン待ち出た、はい、1500ですか。1500の日本馬は2100、微妙に痛いかな、うん、そうですね、伊藤からですね、2100。さあ前原がさらに加点して、3本場となります。何の2曲3本場さあ最後の最後に乗せたくない人が乗ってきましたね。うーん、さあ勝負では決まってないがどこまで行くか。ドラはちょっと気合が入ってますかね。なんどうだ、違うか、ただ3と1、ここも苦しい、ここも苦しい、うん、石川がどうだ、苦しい、じゃこれはまだまだありますね。三山こんな精神状態で4半ちゃんですよ。まあそう、最終日は本当長いですよ。長いですか。いやドキドキしますね。残留争いの実況解説は他の解説より死ぬほど終わった後、はい、どっと疲れ残りますからね。あ、そうなんですか。気持ちがやっぱりこっちもついちゃうんで、はい、ひとついさんはまたあれですよね、ありましたよね、そうですね、11節の A 卓ひとついさん、はい、まあ、最終節ではありませんがね、はい、ん11節の A 卓はめっちゃ最終節じゃないですか。あ、最終節ですが決定はしないところではありますが、はい、はい、すいません、ね、最終節の、はい、前半というかなんというか、そうですね、僕も昇級以外の2年間はこの残留争い
A2 でやりましたからね。うん、A タクは10位、12位、14位、16位となります。タク組の方はね、10節目が終わってからと、はい、さあ手配の方はどうなりましたでしょうか。あんまり、まあ、中膨れた。あの前原の現状からして難を切り出していくような形にはなかなかならない、はい、したくないし、うん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 、多分普通のテンパイだとしないんですよ、はい。まあ、これからまあローアンパーマンとかヒーターとかそういう状況になった時に唯一ぐらいで、うんうんうん、なのでそれを考えると、うん、もうウッピも切った、あの連チャンは起こらなそうなんですけど、ただ、はい、難が三山なんで前原が重ねた時だけちょっと話が別なんですよ。重ねそう、まだ三山ですからね。で1枚持ってるのが前原さんだけ。重ねてあんこにするまであるっていうことですね、はい。さあ長い長い前原の親番どうなるか。まあ、小さそうで、まあ、ローワン引いた時だけ、ローワンじゃないパーワン引いた時だけ難切りがひょっとしたらあるかもしれない。うんうんうん、何が一番ここに来た。これは打たれず。ん、難しい。三アンコにするか、蹴るだけの手にするか。リャンピン握れ。ペイのドイツ落とし。うわ、これは嬉しい。リペコで切って三色は見切る。ちょっと厳しいですかね。厳しいですね。違う、いや時間かかっています。てかドラの難はあと2枚か、はい、そうか、石川の手に1枚いってと。よく中膨れますね。あー来た。そうですよね。とついさんがおっしゃったことが現実になってきました。イシャンテン、イシャンテンですか。まさか、まさかね、ちょっと違いましたね。まさかね。でもここでの統一落としを、はい、どう見るかで、親がやめてなかった後に手前からの統一落とし、うんうんうん、希望的観測で一番いいのが、はい、テンパイあたりからドラ引いて、うん、テンパイ回ってくれたとかはあったりしますけど。ああ、ありそう。さあ何が一番います。はい、何の後付け。テンパイは親番の前原です。何も山に一枚います。うる、まだ前原の妻番。あ、食い逃しちゃった。うわー、ほんとだ。まあ、ただあんこってたんだ。で上がってたこともなさそうですかね。うんうんうん、ここで、いや、これは現物だから切ってないですよね。本当にあんこるんですね。そっとしますよ。さあ、両腕いない。三腕と数腕両方怖いけど、数腕の方が切りやすいかな。うん、スーワンも切ってテンパイージー。はい、はい、ここですよね。立川流れてきたの見てますしね。見てましたね今。はい、前原と伊藤の2人テンパイで流局となります。浮いてる2人のテンパイと。立川ちょっと寒いですね。もう寒いですか。寒いですね。さ
はあ、トータルポイント的に。なんの2曲ですね。4本場となります。前原の親番まだまだ続いております。ドラがスーピンです。いやもうね、手がちょっとね、気合がもう溢れてますね。はい、はい、悪くない。4回戦目の何2曲となっております。ドラ1枚立川。いやもう立川石川もねどうにか、はい、はい、ん、なんだこれは。いやここはちょっと厳しいか。立川統一が3組、こちらも3組。ただ石川は打点のある手組になりそうなんで、いきますよね。もうここはいきますよね。見てたら高級のポイントなんで、うん、224.3 ポイントは16位。現在ボーダーが、猿川の 136.8 ポイントとなっております。ドラ。あ、でもこれだいぶ引き締まった上に勝負手も見えましたね。差し子の三色ですか、はい、さあぶつかるか。うん、カウンソーが入った。2差しを見てたんですけど、2差しが消えたから9層切って単野を2行くか。いやそれはロー9番で単野を確定、はい、うーわ数層から入れた。うーわいいシャンテン両面両面高め三色伊藤です。3ピンが1枚か。え、3ピン1枚表示牌にいる。うわー本当だ。3ピン引けたら、いやでもウーマンも薄いのか。ウーマンも1枚か。リャンウーマンがめっちゃ薄い。リャンマンは2枚いる。さあどうだ。さあイーシャンテンが2人。うん、何マンだ。チーマン。ああ。タイヤをつけに行った。打点取りに行ってますね。やっぱりどうしても。うん、立川ですね。ん、うん、進んで。ですね。ドラを引きたい。ああ、よかったですね。でもトンがちょうど握れになったところ。ああ、ウーワンがなくなった。うわ、本当だ。まあ、でも。ゆうこさんの立場なら全然あのこれで嬉しいんですよ。これで前原さんの親を落とすと、はい、ピンフドラ1リャンマン、はい、こっちに3ピンが来た。リャンマン、いや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 、さすが1番ですよ。そうだそうだ、テンパイですもんね。リャンマン対リャンマン、はい、リャンマン対リャンマン。ただ立川には行かない。戦いたくない。行かないです。あれ？テンパった？スッチーマン？スッチーマン。リャンウーマン対スッチーマンになりましたか。スッチーマンの方が強いですね。このウーマンブロックが。そうですね。1,2,3,4,5。でも3枚しかいない。リャンウーマンは？リャンマンが2枚だけですかね。2対3か。はい。ただ。あ、出た。そうか。T1 が出ましたね。え、石川の上がりとなりました。リーチドライチは2600ですか、はい、3800、はい、まあ、でも打つなら石川の方がよしと。確かにそうですね。さあ何の3局です。立川の親番となります、はい、あれ近川はここが勝負どころ。そうですね。ドラがウソです。ドラウソ、ドラ欲しい、ドラ欲しい。あ、でもこれいい、いいですか、はい、いやもう気持ちが白暗光めっちゃいい。初統一石川、ここいい、いいですね。ドラ1枚、
前原がドラドラ、安全な方がいい、ドラドラ、どうなっちゃう、ドラドラなんですか、はい、嘘がドラです、カウンソめっちゃ薄い、あれ、あもうだいぶ良くなった、いやー立川勝負どころ、石川も勝負どころです、もちろん、うわ、イシャンテン、立川、イシャンテン、リャンカンになった、うわ、サンズのカンサンズ入る、イシャンテン、これもただ先にリーチって言ったら、はい、そうですね、なかなか戦わないですね、立川が先にリーチと、神茶が立川か、伊藤の、これペンサンピンチーですか、あペンサンピンはチーしないですね、ごめんなさい、なんならペンサンゾーチーの方がありそうですね、ペンサンゾーチー、あーそうか、そうですね、ん、あそっか、石川が初仕掛けた、ドラを1枚浮かせてイーシャンテン、石川がドラ以外のくっつきでもテンパイ取るかどうか、うん、まあでも立川さんを浮かせたくないですね、石川さんの立場だと、もう最終節に向けて、あ自分の浮きは厳しいけど、あ、ここの2人の順位、これはやばいぞ、やばいぞ、やばいぞ、勝負手がいるぞ、ここでローキューピーのテンパイ取るか、取った、取った、ドラ勝負した、で何待ちでしたっけ、ローキューピン、ローピン、まあでもどうでしょう、これは高い方にするから、リャンゾー、うんうんうん、テンパった、テンパった、え、パーソーチューン、パーソーはない、パーソーない、チューンは誰も持ってない、あ、サンゾー入り目、怖ー、うわあチューン山山ドラ合わせて、うわ、ドラ怖い、ドラ合わせられてもね、合わせても泣くわけにもって感じですかね、カウンソー2枚目か、チューンは石川、これ前原はチューン、あーでもローピンの方が出そうですね、うん、そうですね、これはこれでちょっと話が違うな、スーソー、スーソーか、ウーソー2枚見え、ドラウーソー、うん、3眼光もあるし、はい、パーソーが出たら事件だぞ、パーソー出る形になる、ローキューソーか、ローキューソー引いた時にパーソーが出る、うわちょっとなんてこと言うんですか、あロビナ、あロビナ、石川の上がりとなりました、初ですね、先点、先点です、ね、平和的解決、実はでっかい先点になりましたね、でっかい先点ですね、なんかさっきもそんな感じの先点上がってませんでしたっけ、石川でっかい、いやでも面本ね上がれずでした、伊藤さあ4回戦目が、オーラスとなります、何の4曲です、ドラが3万、伊藤の親番となります、さあどうでしょうか、悪くはないですね、ドラ3万悪くない、トントイツ、直風のトンガトイツ、ドラを使って、カンチャンですがダーツがあります、なんちゃ石川、うん、パワーが重なってピンズで一メンツ、ソーズで一メンツもありました、早そう、うん、なんちゃなんちゃではないですね、ナンバのナン、ドイツでした、前原、うん、さあ石川としてはどうでしょうか、一応立川の上をキープして、はい、争点回復と目指していきますか、立川としては着アップには3900ですか、これは123を見ると
つま切りが良さそうですね。うん、これはイーシャンテンして頭なしで頭がちゃんた系になると本当だ、でっかいイーシャンテンですね。大チャンスだ。ただ、前原も何ポンで上がれるシャンテンですね。うわ、こんな仮短期上がりたくねえ。上がりたくない。いい抵抗の天敗。いい抵抗の天敗。さ、一旦運送短期。八王中杯。八王中杯。何でもいいから。さ、なんかいいんじゃない？いいんじゃないですか？一枚切れ。リーチか。もうちゃんといい抵抗。そうか、リー、あ、これ何自分で引いた。サブローピン対チュン対。うわ本当だ。じゃあチュン。立川さん危ないじゃん。うわ危ない。えちゃんたいいペーコペーとペーは振りてん。ああそれも防がれる、また立ち上だからのつもなんだっけですね、はい、500戦のつも上がりとなりました。はい、4回戦目が終了となります。2人浮きでトップに前原、2着に伊藤、3着に石川、4着に立川、はいといった並びで、4回戦目が終了となりました。この後ね、選手の方にインタビューをしてまいろうと思うんですけれどもね、はい、まずはね、ご覧になっていていかがだったでしょうか。いやまあもう結構もうこの展望の状況が状況なんで、みんなが戦う半チャンで、うん、その中でやっぱりまあこういう状況で爆発こなしてる、うん、レジェンドが最後来ましたね、うんうん、ただ今回の結果見て前原が少し楽にはなったが、そうですね、まだ最終節誰も、まあ、石川も現状のポイントで脱落とまではいかないんで、直接対決でどうなるか分かんないって感じですね、そうですね。いやなんだか、はい、本当にもうこの時点でちょっとどっと疲れますね。そうですね、はい、興奮しながらね見過ぎてしまって、はい、まあ、今のもだからそういう状況で自分の浮きとか素点とか考えたりして、うん、まあ、石川が先手の仕掛けしなかったり、うんうん、あの前原さんがまあ浮き余裕だからって手組まなかったりとかしてたりとかしたら、そうだ、うん、あの お化けが実ってたっていう流れがあったんで、そうだそうだそうだ、いや本当にね、やるべきことをしっかりやってと。そうですね、立川さんが今こう立ってるこの一番右にチュンが置いて発射台のところに、はい、チュン入ってますからね、はい、そうですね、帰ってみたらドキドキするでしょうね、絶望のチュンですよ、はい、さあ準備はできたでしょうか。あ、じゃあイヤホンの方お願いします、はい、あ、もうちょい、はい、 いやね、明日はね柴田さんが出てきますよ、柴田さんと、ね、まあ今週からしんどい A2 が始まりますね、本当に見どころしかない。まあ、ただやっぱり残留争いだと僕もちょっと前に残留争いしてきたばっかりなんで気持ちが痛いほど分かりますね、はい、いや今日前原さんの一人行きか、そうだったんですね、はい、はい、はい、石川正明プロです。石川プロお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、そうですね、今日は1回戦目2着、2回戦目も2着と来て、3回戦目4着、4回戦目もちょっと苦しくという感じでした。まず1日を通してご自身でいかがだったでしょうか。はい、そうですね、あの後半戦始ま、後半戦とかリーグ戦なので、うん、あの1年間に同じ人と2人当たる組み合わせになってるんですけれども、はい、で後半戦になって全敗なんですよね。でなんかものすごく力の差があるんだなっていうことが分かっただけでも今年1年参加できてよかったと思ってます。なんかもう終わったみたいになってますよそんなことないですよ、まだまだ全然直接対決でこのポイントならまだ全然ある、上の人の立場になってみたら全然安心できないポイント差ですし、はい、まあ、今日も本当例えば3回戦もドラ積もり勝ってたら一人浮きのトップだったわけですし、うん、まあ、全然分かんない、最後のチュンとかも密かに立川さんの手配の一番右にチュンが置いてあるぐらいの、うんうんうん、ギリギリの戦いだったんで、うん、まあこれ今日の前原さんぐらいでもこれが上下逆やったら全然可能性があるぐらいの位置なんで、最終節に向けて、はい、まあどんだけ調整できるかでしょうね、
はい、改めまして、西川プロ、スコア表をご覧ください。はい、はい、現在16位とマイナス 215.0 ポイント、ボーダーのサルコアプロ現在だと 136.8 ポイントとなっております。次回の石川プロの対局がまだね決まってはいません。10位、12位、14位、16位のグースタクか9位、11位、13位、15位のキスタクとなるかと思います。次節、最終節へ向けての意気込み、ファンの方へのメッセージお願いします。はい、200はどうしても超えたくなかったんですけど、とうとう超えてしまいました。なんとか100台に戻したいと頑張って、いきたいと思います。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。そうです、ね、ただそうなんですよね、本人の立場としてはこの200ってすごい大きく見えるんですけど。見えますよね。そうですね、まあ大体これ、まあ、考え方としては136ぐらい引いていいんで、はい、80ポイントでの、6人の争いかとか考えたら、確かに、だって三浦さんが昇級を目指すぐらいのポイント差と変わらないわけじゃないですかね。はい、まあもう、まあ、こういう時、まあ、僕は残留争いの時はもう昇級争いだと思ってという感じですかね。はい、はい、立川雅弘プロです。立川プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、トップから始まり、ちょっとその後苦しい展開も続きました。一日を通してみて、まずいかがだったでしょうか。そうですね、なんか一番最後の半チャンもうちょっとできたかなっていうのはなんかありますね。まあ、少し手組みこう恣意的にこう勝負手に寄せてたところありますよね。そうですね、なんか最後有効さんの位置に行きたいなと思ってたんで、そこをターゲットにちょっとやってたんで、まあ浮かないとちょっと話にならないかなっていう展開になっちゃったんで、ちょっと最後の方は無理して作ったような状態でしたね。でも今日もね苦しくって、2回戦目ですか、ローピン前原さんにあの3色とか、あ、そうですね、なんかもう野菜が全部飛んでたんで、なんか出ちゃって、はい、だからまああってトイトイなのかなぐらいに、ちょっとアバウトな形で、まあ優子さんにはちょっと当たっちゃうかなとは思ったんですけど、はい、そこも苦しかったし、あとは今日は3アンコたくさん転敗してたように見えましたけれども、あ、そうですね、なんか、はい、あそこでリーチかけて積もると楽になるんだけども、スワンコになっちゃうとちょっとまずいなと思ったんで、あれウーワンニヤマだったんですよ。はい、ウーワンがニヤマで、ウーワンがなんか馬強良かったんで、はい、ウーワンもあるし、なんかスワンコになっちゃいそうな気もするんで、はい、ちょっとリーチもできなかった状態でしたね。うん、そうですよね。さあ、立川プロ、スコア表をご覧ください。はい、はい、立川プロは本日の結果がマイナス 17.3 ポイントということで、14位から14位という結果になりました。残す最終節ですねに向けて、ね、メッセージお願いします。ちょっと厳しい位置に来ちゃってるんですけども、うん、まあ、最後勝てばなんかまだ可能性が少しありそうなんで、うん、直対ですもんね、最後ちょっと頑張ってやっていこうと思います。はい、お疲れ様です。ありがとうございました。はい、お疲れ様です。この直対続きですから ね、 そうですね、体力使いますよ。そうか、有効さん、ただ一人は逃がしたが下よりは離れたって感じですかね、今日は二人から。そうですね、13位から13位とはいえ、そうですね、したと話したという感じですか。はい、伊藤優子プロです。優子さん、お疲れ様でした。はい、お疲れ様です。はい、いやね、今日最初前半ちょっと苦しくってと思ったんですけど、最後の方ようやく、まあ、うん、まあ、今日もね、もう1回戦2回戦目はもうエンジンぶっ壊れてたからね。ぶっ壊れてましたよ。はい、だからまあ最後のラスト、ね、2回で、まあ、カロートップ取れてね、だから最終回もまあ俺がこうエンジンもね、ようやく来たから、そう思ってたんだけど、雄大の野郎がさ、またガリガリガリで上がりだして、だからこれ見ると、もう自由に変わらずだな。で、前原がちょっと抜け出して、うん、安全圏にね。はい、だから最後は、じゃあ猿川と俺と立川君、柴田君、石川君の争いってことになったね、これね。
12位から16位、まあね、まあ、ただ前原さんも1回戦目ラスとか引いたらそんな安泰ではいられないぐらいの位置ですかね。そうですね、うん、なんか声聞こえないぞ。あ、声聞こえない、すいません。まあそうですね、まあ、前原さんもまだ直接対決だと安心とは言えないぐらいの位置なんで。いやいや、もちろんそうよ、はい、もう最後もう50ぐらいの差はすぐね、そうですね、帰っちゃうからね、うん、今日も最後のまあ南さんとかのまあ勝負手とか もう決まってたら、いやだから勝つ変わりますもんね。今日はほとんど勝負手がねまあ相変わらずなんだけどさ、実らないんだよ本当に。あのー、ね、だから最後こう面本でね、白あんこでチュンとね、はい、パースあの形はさ手応え抜群にあったんだよな、うん、だけど前原が石川君に単野を先手とかそうですね、がっくりだね、がっくりしますね、あれは。まあそういうのいっぱいあったよ、単品武蔵の三色とかね。あ、6球満ですね。ね、だああいうのもさ、なんか上がれるかなと思ったら上がれないしさ、うん、まあ相変わらずね、うん、あの3層の壁で打ったり、暗層が宝珠とか、あの親リーチにリーチ単野とか、うん、ああいうのとかもね、そうなんだよね、本当に。あと、うん、つかない中でなんとかテンパ入れるけど、やはり上がりに結びつかないもんね、ずっとね、うん、いやね、3回戦のでもね、チュン安感して高くなって2戦残決もっていうところとかね、うん、そうそう、あれぐらいだよ、ようやく気持ち抜きましたねなんてこっちでも話してたんですよ。さあ改めてスコア表をご覧ください。うん、はい、ゆうこさんは今日は13位から13位ということで、うん、変わんない、19.5 変わらずですね変わらず、はい、最終節に向けて意気込みメッセージお願いします。いや、もう意気込みも何もないんだけどさ、はい、まあただあと1回まだね、うん、残留のチャンスはあると思うから頑張るしかないよな、うん、そういうこと、はい、はい、みんなね、死神の復活を楽しみに待ってます。ああ、頑張ります、はい、ありがとうございます、お疲れ様でした。ありがとうございました、ね、こっからですからね。そうですね、13位か、現状は、まあそうですね、まあ、奇数だ。前原さんとも同卓になるかもしれない、そうですね、奇数なら、はい、はい、本日の勝ち頭となりました前原雄大プロです。前原プロ、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日はね、一人勝ちということで、この大事な一戦ですね、はい、見事一人浮きで終えることができました。まずは一日を終えての感想をお願いします。あ、1回戦のトン一局が、うん、まあ、あ、ピンピン力宝珠のところですか。はい、何待ちか全然分かんないから、はい、うん、まあ、言ってみたらピンピン録から始まったんで、はい、ラストは覚悟したんだけど、はい、もう小さめに勝負しようと思って、はい、そしたら3着で終わったんで、はい、なんとかなるかなっていうのと、あとは最終戦のウーバン短期かな、ああ、ウーアン短期はもう決断でしたね、うん、チートイツ単野王のリーチですね、はい、そう、イーマンの良さそうな蹴り手と選択で、うん、だから非常にアバウトなリーチだよね。まあそこまで確証がある形じゃないですけど、そう、勝負手ならリーチでいって、いや、スーピン短期も悪くないんじゃないかと思ったそうです、ね、だけどそんなに先輩 した順目の町はダメだろうなって勝手に思い込んで、はい、で探してるうちに結構マンドがね、はい、伸びたんで、あ、これはもう、あ、上が手頃な範囲じゃないかなと、はい、どちら出上がりとは一切考えてなかったんで、はい、でも上もまあよくいたなっていう感じでしたね。まあでも二枚山のリーチでしたね。二枚山、はい、まああれがあったあのおかげじゃないかなっていう感じで、まあでも最後の親番も結構魂の連チャンが決まりましたね。いや、最後折り打ちでしょ。まあまあ最後、ただ状況的に点数的にも石川さんに 2-6 っていうのは結果
あのそこまで悪くない。うん、ただね、積んでる親って降りるっていうこと自体が、はい、なるほど、あのどうなんだっていう話だよね。はい、その前の実はあのウッパーワンチーがナン食い流してるんですよねとかもあったりとか。ああそうだろうね、そういう感じだな、はい、だからああなるんだよな。ただもうウッパーワン自体がそんなに濃いと思わないんだよね、はい、そうですね。でパパンと切れた瞬間やっぱりネックだ、ネックですもんね。だからまあ実際はあのナンが重なる前まではナンを打たないで、はい、まあ、うん、親を落としても構わないかなみたいな。そうですね、あの展望状況から切り出す形にはしたくなかったですもんね。うん、でもナンが流れたんだ。はい、はあはあ、同順に流れたの？いや、あ、次の順目、次の順目かな。同順ですね。同順です。同順か。はい、うん、それは聞きたくない情報だったな。すいません。いやでもまあなんか重なっててもじゃあウッパーワンがその後出たかというとまあ、うん、なかなか厳しい状況ではありましたが。はい、いやどうなんですかね。はい、まあ、だから、まあ、あの結局親が途切れちゃったからね、はい、それはやっぱりあそこでやっぱりある程度もうちょっと面前にこだわった方がよかったんじゃないかなという気がするけ ど、うん、ただまあ結果は結果で今回は残りましたね、うん、まあまああのなんだっけな、水曜からずっと麻雀打ちっぱなしなんだよね。え、そうなんですか。はい、あ、ずっとっていうのはあのそんなに、うん、あのまあでも達人戦とかあの何徹夜とそんなんじゃなくて、はい、一番長い時で17回、はい、だからあのここに合わせて、うん、もう調整してきましたか。 いろいろ考えてもしょうがないから、はい、うんうんうん、うん、麻雀だけは打とうって。うん、ありがとうございます。まあ、みんないろいろねそれぞれいろんな事情を抱えて生きているわけですけど、うん、まあ麻雀をやっていくしかないんじゃないかなって思う。はい、じゃあ改めまして、うん、前原プロスコア表をご覧ください。はい、はい、今日は11位から11位ですが、12位の猿川プロと大きく点差を離してと 87.0 ポイントということになりました。次節が最終節となります。最終節に向けて一言お願いします。そうですね、うん、まあ一生懸命やるしかないとしか言いようがないですよね、うん、本当に、うん、で一生懸命やってどういう結果出るか分かんないですけど、はい、これ積み重ねのゲームだから、はい、まあ、1年間の積み重ねた結果がこうなってきたわけなん で、 そうです、ね、まあ、とにかくまあ一生懸命やりますんで、どうぞ応援のほどよろしくお願いいたします。はい、はい、ありがとうございます。はい、前原雄大プロでした。お疲れ様でした。はい、ということで第10節の A 卓全4回戦そして選手の皆様のインタビューをお届けしてまいりました。ここで次回のお知らせをさせてください。次回は第10節の B 卓となります。対局メンバーの方がはいこちらです。今度は、3位4位10位15位となります。古橋プロ三浦プロ、井出プロそして柴田プロこの4名での対局となります。実況は私ゆずきみか解説は阿久津翔太プロとなっております。こちらの方もぜひ皆様楽しみにしていてください。そして辰井プロ、はい、本日は一日解説ありがとうございました。視聴者の皆様最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の A2 リーグでお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。